サイゲームス馬娘プリティダービー。どうものっちん TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。オグリの昼飯の量見たか。もう思い出しただけで腹いっぱいや。はい、ということで今日はですね、ちょっとまあ馬娘関連商品シンデレラグレーについて話させていただきたいと思います。まずはこちらご覧ください。ということでですね、本日、2月18日、本日ですね、ウマ娘シンデレラグレイ第6巻が発売となりました。おめでとうございます。はい、で今回はですね、この動画ではウマ娘シンデレラグレイの第6巻についての話と、あとはいろいろ情報をまとめてきたので、よければ動画最後までご覧ください。まあ動画ちょっと短くしたいと思います。ということでね、シンデレラグレイ、6巻なんですけども、発売を記念して、ちょっと玉ちゃんとかぶっちゃった。発売記念して玉ちゃんからちょっとバレンタインチョコ受け取っていきたいと思います。おぐりっていうのもあるんだけど、ちょっと今回玉も苦労すからね、バレンタインも重なってるんで、もらっていきます。んたこ焼きセンキューありがとうございます。はい、ということでバレンタインもかぶってね、今回ね、6巻も来ております。ちょっと豆知識の前にいきます、いきます。はい、ということで6巻発売なんですけども、ウマ娘シンデレラぐらい、まずはですね、累計電子も合わせてですが280万部突破ということになっております。いや、300万部も見えてきて、これちょっとさ、アプリの方でも記念してね、なんか配ってほしいとかいろいろあるんですけども、6巻表紙このようになっております。シンデレラグレイ、その強さ世界級ワールドクラスとなっていてね、この表紙の馬娘は誰なのかとかね、ちょっとまだ読んでない方とかはね、気になるところかもしれません。で、6巻の内容、まあネタバレというかね、そういうのはなしでいきますと、まあ一応ですね、ジャパンカップが始まってきます。6巻はですね、なんで次々とね、日本へ、世界の強豪馬娘たちが集結していきます。で、登場するのは、まあ、白い稲妻タマモクロス、そして馬娘のアプリ的に関係あるのが、そしてですね、足毛の怪物オグリキャップ、登場します。もちろんでございます。そしてあとは馬娘アプリ的に登場、まあ、関連するというかね、アプリの中でも育成馬娘としても実装されているゴールドシチ、そしてまあ漫画のシーンにはスーパークリークだったりもね、いろいろ出てきたりするという感じになっております。はい、そんな感じでね、もう世界クラスのね、ジャパンカップが内容となっていますので、気になる方はまあ、電子でも読めますし、紙の本でも読めますしね、いろいろなところ、あとアプリもありますね、ヤンジャンアプリですかね、漫画のアプリでも読めますので、そちらも、チェックしてみてもいいかもしれません。いやー、今回は結構ね、この18日本日発売ということで私も盛り上がっているんですが、次の項目いきたいと思います。で、まあこのね、中身はそんな感じになっているんですけども、いろいろなキャンペーンがございます。今回まず一つ目のキャンペーンとしては、各巻表紙特製ポスターを抽選で300名にプレゼントっていうのがあります。で、これ一応ですね、ちっちゃい画面というか、全体像も映したいと思います。ちょっと待ってくださいね。一応ですね、こちら「ウマ娘シンデレラグレイ」コミックスの公式ツイッターの方から応募できます。こちらのアカウント、公式コミックスの方の公式アカウントフォロー、そしてあとは「ハッシュタグウマ娘シンデレラグレイ」と「シングレ〇〇感」っていうのを感想をつけてツイートするともらえるみたいです。こちら6巻発売記念の、キャンペーンとなってますので、気になる方は応募してみてください。ちなみにですね、ここにあるんですけども、この丸○感っていうところに欲しいポスターの関数を半角の数字で入れるということらしいです。で、この表紙にはいろいろありまして、6巻はね、この表紙になっていて、おかんだったらタマモクロス、
で、あとはね、4巻だったら桜地の王とかになってきますので、ちょっとそこでね、推しの馬娘をね、何巻っていう風にね、やってもいいかもしれません。もちろん表紙にはオグリキャップもありますし、シンボリルドルフなので、いろいろ表紙があるので、そこでね、何巻、千代ちゃんが欲しいとか、タマボクロスが欲しいとか、オグリキャップが欲しいとかね、いろいろ選んで応募することができますので、やってみてください。はい、でちょっとこちらの方をちっちゃくしまして、次行きたいと思います。はい、で次なんですけども、一応ですね、こちら、書店で買う場合の特典もあります。ここら辺が情報まとめてきたところなんですけども、こちらね、今日発売で、各店舗ですかね、書店で買う場合にはこういう特典もついていますよというところです。アニメイトだとこのオグリキャップのイラストカードがついております。で、虎の穴で買うとクリアファイル、このオグリもかっこいいな。で、あとは菊屋書店様ですかね、ちょっと読み方間違ってたらすいません。こちらだと、タマモクロスのこのイラストカードがもらえます。ちょっとこのタマモクロスはかっこいいなとか思っちゃったんですけども、こんな感じです。そしてあとはコミックジン様ではこのオグリキャップのイラストカードという風に、このようにね、書店で買った場合も、こういう特典があるみたいです。ちなみに私はですね、電子で買ったんでこれは、特典はなかったんですけども、個人的にはこのタモモクロスのビリビリめっちゃいいよなっていう風に、思います。で、一応コミックその6巻もまあ読んだんですけどもね、タモクロスとかオグリキャップがメインで、まあ、ジャパンカップなんでね、出てくるんで、ちょっとね、まあ、タモクロス、まあ、娘のアプリ内でも結構推しなんですけど、シンデレラグレイを読むとさらにタモクロス推しになってくるっていう感じで、これ特典いいなというふうに思いました。はい、こんな感じで一応書店の特典もあったりします。ちょっとこれちっちゃくしたいんだけど、クリックができん、すまん、ちょっと待って、マジでクリックができん、あ、こうか。はい、そんな感じになっております。各書店でもこういう風に、配布されているものがある、特典みたいな感じですかね。で、私ちょっと電子で買ったんであれなんですけど、まあ、電子書籍でちょっと読ませていただきました。で、最後にですね、こちらもあるようです。ちょっとこれは、大きく見せたいんでこうします。で、あとはですね、その紙の本を買った方、ちょっと私もね、どっかでチェックしたいなと思ってるんですけども、最後にこちらございます。ドン。はい、で、紙で買った方って言ってるのがこれなんですけども、6巻のカバーを読み終わった後に外すと、なんとギミックがあるみたいです。ちょっと私電子書籍なんでこれ確認できてないですし、これに関してはちょっと自分で確認したいっていう、そういうところがあるので、まあ別に教えなくていいです、教えなくていいんですけど、これあるんで、その紙の本を手にした方はぜひとも読み終わった後にそのギミックを、そのカバーを外して確認してみるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、こんな風にね、いろいろなんかそういう特典とかもあるみたいなので、皆さん、シンデレラグレイもね、楽しんでいきましょう。いや、結構ね、馬娘アプリやっててもね、たまちゃん、オグリとか、まあ、他にもね、いろいろね、チオノーとかシチーとかいろいろ出てくる、スーパークリークとかね、いろいろ出てくるんで、もう結構ね、シンデレラグレイも熱いところになってます。あとはちょっとまああるかわかんないんですけども、なんかね、馬娘3期とか、まあ、シングレになるとかはわからないですけどもね、何かしらのまたね、アニメの展開もあると嬉しいなと思います。ということで、のっちん TV でした。動画最後までご視聴ありがとうございました。他にもですね、まあ、娘アプリの攻略動画なども上げていますので、お時間あればもう一本動画を見てみてください。それではのっちん TV でした。また次のウマ娘動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。